様のクヤマです。ゴールデンウィークでスコアアップするパート3、3日目の練習ドリルはこちら、ハンガードリルです。ハンガードリルで正しいトップの位置、そして正しいローテーションというのを覚えましょう。ゴールデンウィーク1日目のパート1では感覚ドリル、上半身と下半身の連動性をつけました。2日目のパート2ではハーフウェイバック、正しいハーフウェイバックで正しいトップの位置を作る準備をしました。今日は3日目パート3は正しいトップの位置まで上げましょう。ハンガードリルについて説明したいと思います。普通のハンガーを用意します。そしてこちらの部分を左手で持ちます。で、右手でこちらの上の部分を持ちます。これがスタートの位置です。ここからテイクバックをしていきます。ここからテイクバックをすると、このように右脇が締まります。このように右脇が締まるのが大切です。普通のグリップをしてしまうと脇が開いても閉じてもなかなか感覚がつかめないんですね。でもこのハンガーを使うと少し離れて持つのでしっかりと脇が締まります。これぐらい脇の締まる感覚が必要です。そしてハンガードリルはここからが大切です。このように締まったトップの位置を作ります。ここから左足リードをしましょう。この左足がこの左斜め後ろの方向に動く、これが左足リードと言います。このトップの位置から左足リードでこのクラブが振られます。ハンガーがこのように動きますね。そうすると手が解放されてハンガーがしっかりとこのようにローテーションします。ローテーションしてフィニッシュまで行く、これが大切です。ハンガードリルでは脇の締まった正しいトップの位置、そして左足リードでローテーションを覚えられます。正しいトップの位置とローテーションの動きをしっかり覚えましょう。もう一度いきます。テイクバックをします。ここで脇の締まったトップが作れます。そして左足リードをしていくとローテーションが起こしやすいです。ここでローテーションしないとどうなるか。テイクバックの場合このように脇がこのように開いてしまいます。こんなに開いてしまったらおかしいというのはすぐ分かると思います。ハンガーを持っていると脇がすごく締まりやすくなるのでこのトップを意識してください。そしてフォローにかけてローテーションをしないと左肘が引けます。これ、ね、関節をロックさせてしまうとスムーズに動きません。しっかりとこのハンガーがちゃんと左に向くというのが大事ですね。この左に向いてローテーションが起きる、この動きが大切です。ゴールデンウィーク3日目は正しいトップをしっかり作って左足リードをします。そして正しいローテーションを覚えてください。家にあるハンガーで手頃にできるのでぜひ試してみてください。今回の動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。